どうも、ザンチと申します。はい、ということで今回もグルミク1周年最新続報をまとめていきます。で、今回出た情報ってまだ先っちょだけしか公開してない情報ばっかりなんで、わからないことだらけではあるんですけど、現状わかる限りで紹介と予想なんかをしていこうと思います。もうすでに続報だけで1周年記念発表会の情報量を超えてる気がしてるので、なんでこれを発表会で出さなかったのかもう不思議でたまりません。早速見ていきましょう。はい、まずは新メンバー24名一挙追加ということで、いや、これはなんとなく来そうな予感はしてましたね。以前にもスタンダードガチャのリニューアルも発表されてたので、それが大きく関わっていることかと思います。で、これちょっと書き方がねよくわからないんですよね。初期キャラクター24名が新イラスト、そして新レアリティ SP にて登場ということなんですけど、まあ、どうやら早くも1周年で新しいレアリティを出してくるみたいですね。で、今のところこれだけの情報しかないので、本当に詳細はわからないんですけど、ここにいるリンクちゃんを見る限りでは、今公式ツイッターの方でカウントダウン形式で公開されてるあのイラストが一挙追加されそうな感じがしますね。で、あとは新レアリティの SP とかいうやつ。まあ、今までは星3とか星4とか、レアリティは数字で表してましたけど、まあ、今回は文字ですからね、星はちょっとかっこいい感じになってますけど、まあ、果たしてこの SP というのは今後の編成やイベントにどう関わってくるのか、ガチャでの排出率はどうなるのかというところも非常に気になるところですね。はい、続いては新サブスクリプションの実装ということで、まあ、これは月額だいたい500円ぐらい料金を支払うことで受けられるサービスになってますね。で、今までは D4 パスっていうサービスがあったんですけど、まあ、それと似たような感じだと思います。で、今出てる情報としては限定機能でリズムゲームをより遊びやすくってなってるんですけど、まあ、すでにある D4 パス以外の要素で月額料金を支払ってまでゲームが遊びやすくなる機能ってどんなのがあるんですかね。私はあんまり想像できなかったので、まあ、よかったら皆さんの予想をコメント欄で教えてください。はい、続いてはランクの上限解放。まあ、これは待ってた人たくさんいたかと思います。もともとランク上限が150と結構低めに設定されてたので、まあ、それが今回250まで解放されることになりました。まあ、ランク上限解放されるだけでもイベランがっつりやる人のモチベーションとか結構変わってきそうですね。あとは個人的になんかランクアップによる報酬なんかも追加されるとなおいいんじゃないかと思ってます。はい、続いてはまたまた新要素、パッシブスキルの追加です。まあ、名前だけ見るとよくわからないんですけど、説明は結構わかりやすいですね。ライブ開始時に発動する新スキルということで、普段からみんなが編成してるメンバーのスキルって基本的にはライブの途中で発動するスキルなんですけど、まあ、それがライブ開始時に発動するという新しい要素となってます。で、発動スキルのイメージはここに載ってるやつですかね。で、一番上のグルービーボーナスってやつはスコアとかに関係してそうですよね。で、グルービーサポートはなんかグルービーボーナスに入るためのゲージが溜まりやすくなるとかかな。あんまいらないと思うけど。で、ライブブーストが体力の上限が上がるとか で、一番下がちょっと隠れてるんですけど、これオートサポートって書いてありますね。これなんだろう、そのライブだけスクラッチがオートになったりするんですかね。まあ今は全然わかんないんですけど、で、これらのスキルには全部レベルがついてるので、またスキルレベル系の育成が必要になるんじゃないかと思います。はい、ということで残り3つはすでに発表されてた情報になりますね。衣装変更にフロアチャレンジにユニットストーリー第2章。で、さらに1周年はこれで終わりじゃなくて、どうやら明日はガチャや新強化システムの情報もあるようです。いや、まだやるんか。まあ、確かにグルミクを始めるなら今っていう1周年のコンセプトに対して、まあ、今日紹介してきたこの情報って新規ユーザー向けかと言われるとそうでもない気がしてるので、まだ運営さんは大きな情報を隠してそうですね。まあ、この新しいガチャの情報とかは結構コラボガチャの可能性もありますし、まあ、なんなら今日は DJ タイムもあるので、まあ、そこでさらなる続報が公開されるかもしれませんね。で、この新強化システムなんですけど、なんかパラメーターの新しい強化手段とか、もうディグランク、グルービーディスクがあるので、もうこれ以上出したらさすがに複雑になりすぎかなと思っちゃうんですよね。新規ユーザーのことを考えると、なるべく複雑化しないような強化システムに期待したいですね。はい、ということで今回の動画はここまでです。最新情報をだいぶ駆け足でまとめてきたんですけど、明日も新情報があるって宣言されちゃってるので、多分明日もこんな動画が上がることになるかと思います。1周年もかなり情報量が増えてきて、やっと周年イベントらしくなってきたので、明日以降の続報も楽しみだよって人はぜひ高評価とチャンネル登録、Twitter フォローの方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。